デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシャッバシャッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。そして皆様からの差し入れ大募集中でございます。 Amazon リンクもありますけれども、皆様の地のものを送っていただけたら嬉しいなって思っております。よろしくお願いします。しかしこのコーナー、皆様のお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。QR コードからエントリーしていただくか、概要欄にもリンクがございます。 YouTube のコメント欄でも受け付けております。お気軽にご投稿いただきたいんですが、カスタムの詳しいご相談や在庫の確認はパドック店頭まで直接お願いいたします。で、一応ですね、質問いただいてから、返答の動画が上がるまでだいたい 2,3 ヶ月ぐらいを用意しております。日々ね、質問の方が増えていっておりますんで、随時答えている次第でございますが、なかなかね、時間がかかっております。気長に待っていただければなと思うんですけれども、一刻も早く答えてほしい、ちょっとでも早くっていう方はですね、ぜひメンバーシップというのが YouTube やっておりまして、そちらの方に入っていただくと、回答の優先順位をガッと一番上まで上げますんでね、この辺うまくシステムをご活用いただければなと思うんですけれども、これがあのハンドルネームね、あのメンバーさんと、投稿したりとか、まあ、YouTube のコメント欄だとね、メンバーさんが表示されるんで分かりやすいんですけど、投稿の場合、フォームから投稿の場合は、あの一応同じ名前でね、書いていただければと思います。もしくは備考でこう、この名前の登録者ですっていうのをね、言っていただければなと思います。さて今回は YouTube 動画お金で幸せは買えるデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。みっちゃんさんのコメント、質問です。今の規制内のパワーでも痛くて怖いから装備ガチガチでやってます。そんな中ゴーグルのみで戦う人たちはすごいなと思っています。昔規制がもっと緩く暗黒時代と言われてたパワー重視の時も薄い装備の方が大半だったのでしょうか。昔について語ってほしいです。はい、今より装備薄かったと思います。全体的にあのなかったからもう高すぎて買えないとか物が入ってこないとかレプリカとかなかったんで、BDU だけなんてのも多かったのかな。多かったボディアーマーもなかったし、そんなにボディアーマーはガチのボディアーマーですよね。あったとしてもね、当時のねプレキャリとかもないから、一番強かったのは俺 MA1 だよ。生地が厚いっていう MA1 のレプリカみたいなジャンパーが音も鳴るし分厚いから痛みが少ないってことで弾が当たるのかなんか弾くようなねパンって音がするんだよね、うん、あのだから夏なんかはそういうの着れないからビリューだけでしたね、うん、痛かったね、うん、やっぱり、まあゴーグルとかはね、人それぞれでその当時もあったと思うんですけどその当時俺マスクしてないわ。そうだね、結構あのシューティンググラスだけっていう人もいたよね。うん、俺もシューティンググラスだけだった。でも本当に昔からさらに僕らの工房長親瓶なんかはベンツっていうメーカーの、あのゴーグルを使ってフルフェイスのペイントボール用とかだったんですけども、そういうの使ってますね、スコットとか。だから基本的にはあの服がねなかったんですよ。そんなに服がなかった、ね、そんな時代じゃないですね。もう迷彩服戦後間もないわけじゃないですからのみで戦ってたな、ベルトと。まあ装備も本当だから Y 型サスペンダーとあのピストルベルトにポーチついてるぐらいのね。そうだね、だからそんなこの辺あのバイタルを守るっていう概念が当時そんなにあの実物もねボディーアーマーはあったけれども、そんなに手に入らなかったしな、むしろ迷彩服とほんとポーチ 1,2 個ついたサバゲーで、痛かったか痛くないかって言われるとそんなに記憶にはないな、痛かったって記憶は。まあサバゲーの痛みで、まあ、痛いの分かってる言ってるからね。うん、だ今のも痛いけど、お風呂入った時に分かるよね、あ、いったこれっていう、紫色になってるっていうようなのもあったり、
今の方だとそういう球は紫色になることはなくて、ね、えぐりですか、前回も言ったけど赤い青いえぐり前回ってなもう多分10本ぐらい前の回になってると思う。一問衆が答えた赤い青いえぐりですよ。だからえぐりでしたよ、ほとんどが。そうですね、だそれ考えるとな、まあ今はそんなに痛くないかなって感じはあるんですけど、でも昔のサバゲーをもう何年もやってないから、今当たったらいいかーって言うんだろうね。まあかもしんないね。もう逆に食らうことがないから、ガチガチにガードしてくだろうね絶対隙間なくそうね、今を知っちゃうと、プレキャリーを必須で俺は着るだろうね。今防爆スーツですよ、また防爆スーツ着てね、ハートロッカーって言いながらこうやってるかもしれないけど、あれでもツイッター見てたら、アーニー、アーニー、アーニーなんかこの辺撃たれて、なんか職場で あの蚊に刺されたのも早いわね今年はって言われたって書いてあったよ、なんか。ああ、アーニーさん、うん、ああそう、うん、アーニーさんプレーとは言えないもんねあ、プレーなんですよ、プレーとは言えない。クニャンも困っちゃうよねなんて言われたのって、あ、プレーって答えてたからっつって職場で会っちゃったら、どんなプレーしてるのかしらってね。いや、プレーはプレーじゃないですか、遊んでますからね。いや、でも虫刺さりにしちゃね、大きいもんね。でも、しない人にすればさ、この辺、あら、虫もう今年飛んでんのねってなったみたいですよ。ああ、でもここら辺はね、あと残りやすいからね、あの、シュマグが巻いとくと全然違うんだけど、1枚あるだけでね、全然違うんでね。お兄さん、そういうプレーしてるのか、クニアンと。ちょっと、まあ確かに誤解はないんだけど、そういうプレーはしてるんだけど、プレーね、エンジョイプレー、エンジョイだね、確かに。職場の人に言われたってそうなりますわね。なんでそんなところどうしたのって、虫ってやっぱ思われちゃうもんね。でも真っ赤になってさ、なんかこうぷくって腫れてるぐらいだったらまだ可愛いかったけど、昔の場合本当に俺嫌だったのが、こう皮膚えぐれちゃう時あったじゃん、あるとこう表面はかさぶたみたいになってる、あれがお風呂で痛くてさ、なんで俺こんな遊びしてんだろうと思ったよね、こんな痛い思いをしてって。あとなんか 0.25 とかかな、至近距離で食らったら殴られたのかっていうぐらいドコーンって来た時があって痛えっていう。ヘルメットかぶってたらいい音したもんね、コーンって。これパワー大丈夫かなって思っても、言うても全然うちらの規定したレギュレーション内だったんだけど、0.98 ジュールになって今 0.9 ジュールぐらいで大体サバゲーやるけど、95、これが限界値じゃない、もうこれ以上柔らかくしちゃうと、もう多分大人の遊ぶのには、ね、パワー的にも全然つまんなくなっちゃうし。でもそんなに、もう昔それが当たり前でやってたから、みんなそのルールで弾速測定も終えてやってるから、案外恐怖心なかったのかもしれない、その時は。そういうもんだと思ってたんで、その時はね、こういうもんなんだってやってますからね。そうそう、こういうもんなんだと思ってやってたから、わあ痛えなやっぱりっていう感じだけど、だからって今あれだよね、逆に10金をうちも やってるじゃない、10金が18金食らうと昔のフルパワー並みに恐怖なんだろうね。いや痛いよ絶対って言うもんね、やっぱり10金の痛みよりは間違いなく痛いかな。10金だってチクってするのにね、めちゃめちゃめちゃっていうかね、それがあたた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 って感じになる、こうなるんじゃないかなと思いますけどね。でも装備はできるんだったら、しっかり今の段階でこのみっちゃんさんのようにしっかりとガチガチ装備して、ちゃんとヒットコールをしてれば、そっちの方が打たれる前提なんで正しい装備だと思いますよ。僕らの時は物がなかった、そんなにね、あったんですけど、すんげえ高いんですよ。もうベスト買おうと思うんだったらね、2桁万円 見なさいよとか、それじゃなくても8万円とか、10万円とか当たり前のように。でジャングルブーツはやたら安く売ってたりとかしましたけどね、まあ、でもこれからの時期ね、暑くなってまいりますんで、あまり装備をつけてるとこの熱がこもっちゃってね、熱中症になったりもするんで、そ
そこはうまくね気をつけながら俺は謎に最近思ったのが、空調服を着てるゲームプレイヤーさん結構多くて、あーいますね、ふわーって言ってるけど、はい、そこまでしてサバゲーやりてえかなって俺の個人的な意見として思ったの。熱中症対策ですから、ね、対策なんだけど、そこまでしてサバゲーやりてえんだな。三度の飯よりサバゲーが好きなやね、デブさんと同じ方なんで、ね、譲りますその称号を。そういう人が集まっていただければね俺だって三度飯会っていうツーリングするけど夏行かないじゃん。そうですね、暑くてやだよって言って、でも冬はなんで行くのよって周り言うけど、ガジェット使いたくて電熱で あったかいなって暑いぐらいだなあれが使いたいからやったけど、夏はねどうも信用できない、水冷式のやつはあれまでしては乗りたくないですか。あれですね、エアコンの効いた部屋で毛布をかぶって寝たいのと一緒みたいなもんですね。ムシムシしてるよね寒いところに電熱であったかいなって言いながらツーリングに行きたいとそうかもしれない、はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。